フレナイ君の素朴な疑問は何でしょう。あの、まあ、ここでずっといろいろお話聞かせていただいてて、まあ、名刺記という、お、さすが、ね、う、生まれた、普通に生活してたら出ないことです。まあ、ね、生まれた、日時、生年月日ですよね、はい、あと日時が、はい、時間と、時間と、うん、ってなった時に双子、うん、が、まあ、ちょっとの誤差はあっても、まあ、ほぼほぼ一緒。そうですよね。で、こと結構やっぱ違うじゃないですか。違うじゃんっていうね。あの、はいはいはい、それはどういうふうに僕らが考えればいいかっていう。なるほどなるほど。そうですね、はい、これあの本当によく聞かれる質問で、生年月日と時間で占うんですよって言うと、ほぼ同じ双子はとかね、あと双子じゃなくっても本当に日時まで全く同じ2人がいるんだけどと、違うじゃんみたいな話はよく出てくる、うん、これはどうしてというお話なわけですが、うん、まず一番根本的な問題として、生年月日とか時間で運命が決まるのではないんです、うん、決まってるものを生年月日と時間で判断してるだけなんです、うん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 、これ紛らわしいですよね、はいはい、なるほど。要するに生年月日時間名式って今言ってますけど、まあ、西洋の占星術でも同じかもしれませんが、生まれたタイミングはどなたもみんな1個ずつしか持ってないし、逆に誰でも絶対1個は持ってる生年月日時間というのをデータとして持ってますよねと。だから、誰でも占えるようにするためには誰でもが、持ってるであろう何かのデータが欲しいわけなんです、うん、例えば結婚した日付で占う占いというのが仮にあってもいいんだけれども、一生結婚しない方がいるかもしれませんので、そうすると人によって使える使えないデータになっちゃうと困るので、まあ、こうやって生きている以上生まれたタイミングというのはどっかにあるはずだから、うん、一番根源的なところで生まれた日時というものを使おうという発想になっていると。ですから、運命というものが、まあ、あるかないかという議論ももっと根本的にあるけれども、うん、まあ、運命というものが、生年月日がその日に生まれちゃったからそうなったのではないんですね、うん、そういう運命だからその日に生まれるというプロセスがあったというだけなんですね、うんうんうん、まあ、生まれるって母体以外に出ることですけど、はい、まあ、お母さんのお腹の中でこう、ね、生まれてというか、まあ、生命持って、うん、でその時点でもう運命って出来上がっているんだけれども、その、コースに見合ったっていうか、人生で起こるいろんな運命の出来事の一番初っ端がこの日時に生まれるぞっていうのが来るっていう話なんであって、まず原因ではないっていうのが一つです、うん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 、そして、原因じゃないにしても結局は同じ日時と目される日に生まれて時間に生まれて違うじゃんどうしてっていう問題がまあ出てきます。これも生年月日時間を分類する時のまあ方法論の問題なんですけれども、時間を細かくすればするほど個に迫れるよねっていう発想で、生まれ年よりは月まで、月よりは日まで見た方がもっと細かくなるじゃんっていう発想で、とりあえず、中国の占いなんかは割と2時間ごとにこう分けるみたいな感じで、まあ2時間に分けて結構な細かさではあるけれども、その2時間内に世界レベルで見たら何千何万生まれてるでしょうって話になるわけですよね。でその人たちに共通するものしかそこに出てないよってことになるわけなんです、うん、現れてるものって。だから、それ以外の個別の部分に関してはその時間からは推測できないよっていうものがあったりするわけなんですね。だから、そうですね、例えば実際に、子供を生まれる時に、産婦人科に、ね、女性の方が入院してこう産んだりすることが多いわけですけれども、うん、そうすると同じ日にあるいは同じ2時間内の時間内に2人3人子供生まれることもあるわけですよ、うん、でも、まず根本的に母親違うよねって当たり前ですよね、うん、あるいは、まあ生活というか環境違うよねというのがあったりもする。で人間って生まれて、いろんなものの影響を受けて、まあ、なんだろう、例えば巡ってる年回りが自分と相性合わないと悪い年って判断になったりするわけですけど、そういう中でいくとね、持って生まれたデータ同じものと考えられるんだけど、一番最初に母親との相性って生まれた瞬間に一番そばにいるのその人ですから、うん、母との相性っていうのがそこに出てくるんですよ、うんうん、だから同じ日時に生まれた赤ん坊が10人いても母親10個全部違うわけですよね、うん、その中には母の生年月日とこの子の生年月日が合う親子と合わない親子っているわけなんですよ、うんうんうん、と生まれた時点でそこですでに後押しされてるかスポイルされてるかっていう運命上の差ができちゃったりするわけなんです、うんうんうん、
で家庭に帰ればそれ以外の家族もそこにいたりする、うん、そういう人間たちの影響も受けるということで、生年月日からは把握できない、例えば親とか、環境とか現実問題ですよね、うん、そういう部分っていうのは生年月日には反映されてないわけなんです、うん、だから生年月日で全てが分かるっていうのはそういう意味では嘘だと思いますね、うん、やっぱり、見られないことがたくさんあります。それと、プラス現実要因との付き合わせによって、この生まれの中の特にこの辺がこの子は出やすい、うん、こっちの子はこっちが出やすいみたいに、緩やかな限定だと思っていただくといいですね、うん、ちょっと例え違っちゃうけども、例えば入学試験かなんかで、ね、はい、もう内申書なし一発勝負みたいなやつ、当日の点数だけで決まりますみたいなのあったとするじゃないですか、うん、で例えば80点合格ラインだよってなって80点取ったやつは、そいつら一人一人はみんな違うし能力も違うしその日のコンディションも違ったかもしれないんだけども、80点取ったという点において全く一律に処理されることになるわけなんですね、はい、それと似たようなものがあって、少なくとも当日80点取った人たちっていう括りとしては共通ですになるんだけど、バラバラに見たらもう顔立ちもね、性格も、体格も全部違うよというふうになったりする。だから生年月日で見られるある範囲があると、全てではない。だからちゃんとした占い師であれば、例えば同じ年月日時のやつ10人ぐらいここに連れてこられて、こいつらを区別しろって言われても、大体まず顔見ます、現実を見ます、うん、この日時に生まれてこういう顔してるってことはこいつはこのランクの中の下の方だなとか、同じ時間に生まれてるけどこういう顔してるからこのランクの上の方だなとかっていう風な、細分化をするっていうのがあります。まあいろいろ言いましたけれども、生年月日時間は非常に大事な要因ですが、全てを見通せるわけではない、うん、現実との付き合わせでこの日に生まれてこのも現実があればこうみたいな感じの、まあ、一つの関数みたいなものなんで、そこに入れる変数によって答えは変わってくるよということになります。はい、いかがでしょう。そうですよね。なんで双子だって言ってもずっと2人で一緒に、ね、成長していくわけじゃないですもんね。各々が各々の要因があるんで、それは違ってくるだろう。学校なんか特に不便だから、だいたい双子別のクラスに持ってかれると、ね、クラスはない。ちょっとね、今度ね、担任との相性とか、あ、なるほど。で勉強嫌いになるやつと好きになるやつが出たり、あと友達が違うし、うん、もっとプライベートで言ったら恋人とか配偶者の与える影響ってとてもでかいわけですね。それが違うから違うようになるよと、うん、そういう、まあ、人間の与える影響、特に子どもの頃は親とか、先生とか友達とか、うん、そういうものの影響によって生まれ持った星を生かしもするし殺しもするみたいなことができるよってことになるわけですね、うん、はい、はい、ありがとうございます。そうですね、生年月日時間から決まってるわけじゃないですもんね、うん、そうです。それがちょっと結構大事な、まずはそうですね、はい、時間で決まるわけじゃないと、はい、決まってるものを時間で見てるんだということです。はい、ありがとうございます、はい、また疑問湧けば聞きたいと思います、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。熱く語ってしまいましたねそれでは、明日もまた質問に答えるコーナーですので、よろしくお願いいたします。それではまた明日もご覧ください。また明日。占い師みたいでしょ、まるで。そうですよ